ツイッターのその有名な方とバトってくださいと、あのリークする方とバトってくださいってことですけど、バトるつもりはないですね。僕も全然敵対視してないですし、まああのね、令和の虎のネタの時に、まあ、僕がうまいこといい出汁に使われながらディスられたっていうのはあるんですけども、別にその後は別にね、悪い気持ちは僕ないですし、あの面白い人だなと思ってます、すごく。はい、まあ、知ってますしね、どういう方かっていうのも詳しく僕はもう知ってますから、まあ一緒にね、あの炊き出ししようかななんて思ったりとかして、このあたりももう話ちょっとずつ進んでますし、炊き出しするとかね、猫カフェやっててキムチ売ってるってめっちゃいい人じゃないですか、本来正義感が強いんだろうなぐらいの感じで思ってますけどね。まあちょっといろんな誤解があってね、僕のこと誤解されてるところもあるんじゃないかなと思いますね。ただ僕サイコパスだと思います、自分で。変わってますし、視聴者数をね伸ばすためにいろいろやってるみたいなこと言われるんですけど、いやそれ仕事だから、はい、今の僕の仕事だしコミットしてることなんで、あのそこをね言われちゃうと当たり前だろって僕は思っちゃうんで、そのために何でもやりますよっていうのが徹底して動ける人間だと僕は思ってるんですよね。はい。